そうですね、あの、ずっと反転一時期のね、あれが終わって翌年だったんでしょうかね、うん、もう今でも自分の歌いながら、いい歌だなって思いながら、うーん。いやでもなっちゃん、なんか他のいいニュースなかったの？1年間あったのに、なんか新曲を持ってくる発売ほかに、そうですね、恋人できたの？無理よできたのやっぱなんか楽しかった。それがね、私もね、早いうちに、ね、こっちで、あ、皆様おめでとう言ってくださいとかね、おもてなしねえ、彼女みたいにね、皆様にね、こういうのこうピンク色のね、素敵な話も持ってきたいんだけどね、なぜかないわな頑張りましょう、こういう心も。いやでも、どちらからいらっしゃるんですか？途中か、だと横浜のそばですよね。あ、そうか、横浜といえば、この前私のソウルから友達がね、初めて横浜来た、そしてね、車にね、街道北で一生懸命こう勉強して、それで私も海が大好きで横浜が大好きな街ですから、ずっと一緒に一日観光しました。そして夜、あの観覧車を見ながら、ところでさ、あなたあれだけ勉強してきたんだから、横浜って何県か知ってる？うん、知ってる、崎陽軒